のは、まあ、日産の車なんですけど、本当は、ドイツ車の車を予約しました。でなんで変更になったかっていう と、予約した時にオートマとマニュアル間違えてしまってマニュアルちょっと初めての地で運転するのは怖いということで急遽変更してもらって、変更してもらった車が日産の車です。はい、日産ですね、はい、日産は日本の車でしょ。だからちょっとまだ乗りやすい慣れた車っていうか、はい、私もマニュアルできますけどペーパードライバー なので、はい、私はまあ運転しないねペーパードライバーだ、はい、まあ、でも日本ではスーパーまでに大丈夫だよ。ちょっと安全運転でフランクフルトからナタリアの実家の家まで行きたいと思います、はいはい、1時間30分ぐらい空港から145キロぐらい。で明日は、まあ、ローテンブルクという町に観光に行く予定なので、まあ、今日は帰って少し休んで、で明日朝からちょっとローテンブルクに行って用意したいと思います、はいはい。ですよ。と右側、ドイツは右側だから、だから私たちはまあ右は一番遅いと、真ん中はまあ普通かなと、左は一番早い。みんなは、はい、ドイツ人の運転方は、まあ、みんなはちょっと我慢できなくて、なんかセルフィッシュかな、まあいろいろな人は、書く人じゃなくてでも大体ね、結構みんな速いもちろん。だって途中は100だけ100だけは遅いよ、まあ、結構日本だったら普通だけど、ああ、まあ、ドイツでは遅いようです。そう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 、まだドイツで、運転することないので多分、うん、今回が初めてドイツでの運転になります。はい、ここでの方がいいと思いますね。はい、近くのパン屋さんに来ました、はい、朝ごはん、うまそうですか。美味しそう、うん、これでいくらだったっけ。13ユーロ、2000円ぐらいかな、だいたい。イエス、うん、2000円でこのボリュームは日本ではなかなかないので嬉しいですね。でしかも全部美味しそう。チョコ黒そう、私の手と。でっかいこれは一番美味しいと思う。今ローテンブルクという町に向かってます、はい、すごい田舎で、ドイツの田舎って感じでのどかで、景色がすごいいいです。今ローテンブルクに着きました、はい。ローテンブルクはメルヘン街道の中でも、まあ、特に綺麗なスポットと言われていて、中世の宝石箱とも言われているそうです、はい。去年、ハイデルベルクに訪れた時にもうすでにすごい綺麗だったので、今回のローテンブルクはとても楽しみにしてます、はい。すごいなんかポツンと街がある感じで、でローテンブルクのボルテンブルクはこの今見える城壁に囲まれていて、まあ、なんか本当中世のヨーロッパの街って感じですね、はい。でローテンブルクにはローテンブルク限定のなんか、ソウルフードみたいな感じでシュネーバルという、何かな、あれスノーボール、うん、なんか見た目はなんかサーターアンダギーみたいな、なんかドーナツですかねみたいなのが有名らしくて、その、シュネーバルも食べてみたいなと思います。食べましょう。はい、OK。 はい、城壁に登りたいと思います。おー、そう、おー、
かなか急な階段です。足元も気をつけないとやばいですよ。大丈夫？うお、なかなか急。景色いいね。わ、上に登ると涼しい。宅急便みたいじゃない？そうですね。すごい綺麗。すごく綺麗ですよ。すごい。この城壁とかも屋根とかも見てこれ屋根。すごい雰囲気あるよね。おお、そうですね。ハイデルベルクに行ったでしょ？あ、ハイデルベルクですよ。ハイデルベルクもいいけど、ローテンブルクもなんかまた違う感じでいいよね。そうですね、全然違う感じがあります、うん、なんかハイデルベルクってちょっと観光地っぽいところあるやん。はい、そうです。でもなんかローテンブルクって本当昔のままが残ったみたいな、あ、観光スポット感ない感じがまたいいよね。うんうん、わかる、言いたいこと。階段気をつけてよ。お、下でお母さん待ってるわ。うん、行きましょう。めっちゃ急、めっちゃ急な階段。おい、危ないよこれ。大丈夫ですよ、落ちたらしょうがない。これ落ちたらあれやね、一気に下まで落ちていくパターンや、転がって。落ちたらどうかな、痛いでしょかもしれない。痛いだけって。これをスキャンするとなんか街の観光をする見どころが見えるそうです。うわ、すごい、めっちゃ綺麗。おお、見てみて、ドイツのソーセージを注文してみました。ブラッドウォーストウィズザワークラウト and ポテト。ちょっとマスタードまず横に添えます、うん、マスタードいただきます。ちょっとカットして、これは何の種類かな。マスタースティンブラッドウォースト、うん、ピックかな、はい、後で読みましょう、うん、ちょっと一番上のソーセージから。メスマスタードどうですか。うわ、めっちゃジューシー。ジューシー、おいしい、おいしい。クロス2番目、2番目、真ん中の。マスタードと一緒に、どうですか。なんか最初食べたのよりも脂っこくなくてもっと身が引き詰まったですね。これも美味しいです。で最後、最後のちょっちゃいの、うん、2番目は多分牛だったわ。これはもう牛、うん、うん、これは多分豚肉かもしれない、うん。あ、よくあるやつ。よくあるソーセージ。日本でのよ、日本にもよくあるやつ。じゃあザワークラウトは？これザワークラウト。ザワークラウト。どうですか？いや、うん、おいしい。あのザワークラウト結構好きで。ああ、よかった。うん、おいしい。And ポテト。
ポテトね。うん。ドイツのポテト。ドイツポテト。ドイツポテト。お、なんかまろやか。うん。ホクホクで美味しい。よかったです。うん、うん、美味しいね、全部。はい、じゃあ楽しんでください。ドイツ料理最高。はい、ここがローテンブルクで一番有名なプレーンラインです。なんかまさにポスターカードとかになりそうなぐらい綺麗な場所ですよね。すごい。どう書き方は初めて。なんか滑らか。おお。わからん。なるほど。はい。うん。こんなところに本物の刀も置いてあります。結構危ないですよね。気をつけて。え、待って。触ったらダメって書いてある。なんかすごいお土産がいっぱいあります。見ててすごい面白いです。これとかなんかすごい毒々しい。これ飲み物？ねえ。これ何言った？ああ、お酒。かっこいいね、なんか、ね、今だいたい夕方の6時ぐらいでローテンブルクの店も徐々に閉まってきてます。これから最後にカフェでちょっと一服した後にまた家に戻りたいと思います。ローテンブルクどう？楽しかったですよ。ローテンブルクね、なんかドイツの都会の方の町と比べて、なんかなんていうのかな、村みたいな感じで、本当なんか昔の世界にタイムスリップしたみたいな感じの町で、すごい面白いし、可愛い町だね。そうですね。また来たいなって感じ。いいよ、また来ましょう。こんな感じです。2,3 時間あれば全部回りきれるぐらい、なんかこじんまりとして自分的にはすごい楽しいし、なんかまあ楽に回れるんで、うん、なんかレストランでゆっくり食べられるし、どこでも行けるし、写真もいっぱい撮れるし、そう、見どころが集中してる感じなのですごい回りやすいね。うん、でお土産屋さんもなんか職人のお店とかなんか変わったお店も多くて、はい、この T シャツもローテンブルクって書いてあるんですけど、素敵ですよ ね。さっき買って早速着替えました。じゃあママ、インドチュートもすまん。昨日買った、昨日ローテンブルクで買ったシュネーバル、食べれなかったので、ちょっと今から食べてみたいと思います。これ you have to put it inside bag.And then inside the bag, bam! Okay. まずこの袋の中に入れた後に、これすごい硬いんですよ。硬いんで、袋閉じたまま、バン。で壊した後に食べるそうなので、はい、壊してみたいと思います。はい。3、2、1。おお。なんか悪いことしたみたい。ああ、なるほど。ちょっと待ってね。今からちょっと出してみますね。はあ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 。はい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 。おお。なるほど。うん。確かにこれなら結構食べやすいよね。ちょっと一個食べてみて。
たいと思います。はい、いただきます。うん、シンプルで美味しい。なんか多分いろんなテイストあったので、これ結構甘くないシナモンの味のフレーバーで買ったんですけど、なるほど、チョコレートとかストロベリーの味もあったので、結構甘いの好きな人はそういうチョコレート系のやつも、チョコレート系のやつを食べると美味しいかもしれないです。うん、これはこれで美味しい。はい、よかったです。うん、バイバイ。近くにあるスーパーマーケットに来ました。今から、お土産と、あと明日、ナタリアの家族とか友達を呼んでピザパーティーがあるので、それの買い出しに来ました。このショッピングモールは日本でいうイオンみたいなところですかね。いろんなものが売っています。今からちょっと買い出しに行きたいので、スーパーマーケットの中に入ります。セキュリティがあります。セキュリティを通過すると食品コーナーです。オッケー。なんかいろんな日本では見かけないようなスパイスも売ってます。すごい、ここ全部スパイスです。ニベアはドイツ発祥なので、スーパーに行くとニベアのものがたくさん売ってます。今から朝食を買いに、近くのパン屋さんに行きたいと思います。はい、なんていうお店かな。カッツという、あカッツやな。いや大丈夫、来て、やばいって。これから何買うんだったっけ。ブレッツェル、ブレッツェル、ブレッツェルとかを買って、で、家にお持ち帰りして、でお家でそのパンを調理して家族で食べに行きます。あ、家族で食べます。はい、家族を食べます。家族を食べる一緒に食べましょうッキー。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。はい、今パン屋さんでパンを買ってきました。これ中がプレッツェルとかラウゲンシュタンゲが入ってて、ブルーティエンというパンも入ってます。だいたい全部で10個ぐらい買って、で、値段が7ユーロ、だいたい1000円ぐらいです。うん、パン屋さんではちょっと高いのも買います。うん、でも日本でプレッツェル買ったら1個だいたい400円とかするので、そう考えるとすごい格安な感じします。ドイツでは100、1ユーロとか150円。今からそのプレッツェル と、チーズと、あと白ソーセージ、白ソーセージで朝食を
食べる予定です。楽しみです。楽しんでください。さっき買ったプレッツェルです。で、これが、なんだっけ？バイスボーストという白ソーセージ。これドイツでは伝統的。うん、伝統的なドイツの料理だそうです。バイエルンの都道府県の文化。バイエルンという都道府県の伝統の料理だそうです。うん、みんなここでチーズとかバターとハム。ハムを小判に入れて食べます。グーテンアペチート。カット。はい、1時間ぐらい運転して今から、パーキングで少しご飯を食べたいと思います。こんだけ明るいんですけど今が7時半、夜の7時半です。7時半でもドイツでは白夜の時期なのでこれぐらい明るい時です。1時半、サンセットはなく、サンセットはだいたい8時ぐらいだそうです。バーガーキングを注文しました。ドイツではマクドナルドよりもバーガーキングの方が多い気がします。で、チーズバーガーとチキンバーガーとオニオンフライとポテトがセットで、で、あとドリンクもついてきます。スプライトとコーラで、だいたい20ユーロで、今円がだいたい160円ぐらいなので、これで3200円です。ちょっと日本人にとっては少し高いような気がします。じゃあいただきます。いただきます。